越後下関駅は、新潟県岩船群関川村大和下関にある、東日本旅客鉄道米坂線の駅である。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。両ホームは、古選橋で連絡している。村上駅管理の簡易委託駅となっており、現在は、関川村が管理を行っている。委託駅員は交代制で、毎日一人ずつ。駅舎には切符売り場のほか。 トイレなどがある。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は76人で、ある。2000年度以降の推移は、以下の通りである。旧米沢街道の風景駅周辺は、関川村の中心部となっている。駅前を東西に走る旧米沢街道では、豪農や、豪商の邸宅、 庭園が残る街並みが見られるほか、周辺には、越後関川温泉郷が並ぶ。駅から徒歩5分の自転車店と温泉街において、レンタサイクル、湯からチャリの貸し出しが行われており、乗り捨て利用も可能。関川村エリアのバス路線図。大半の便は、土休日運休となる。時刻表は、新潟交通観光バス、下関エリアを参照。駅前には、 新潟交通観光バスの下関営業所があり、2018年4月1日現在、以下の路線が発着する。ありがとうございます。